どうも、行動を始めた時にはすでに終わっています、パックンです。どうもゆりちゃんです。なんか思ったよりパックンがでかくて出てこれなかった。今日はね、あの夜の公園で3人トホトホしております。ちょっとさっきコンビニ行ってちょっと前から気になったんだけど、ファンタのプレミアムピーチニュニュミニツメイド。プレミアムっていうぐらいだから結構な高級な味がするんだろうなと思って。すごい、果汁が 13% って書いてあるよ、うん、あ、これ果汁って読むの、かじるって読んでた俺。あ、なんか書いてるよ。なんで飲む前に振らずにゆっくり1回ひっくり返して濃厚な味わいのピューレを混ぜ合わせてから飲む。なるほど、なんか沈殿してるわけだ。言っとくけど桃にはうるさいからね、僕は。言っとくけどね、きなこ餅にはね、うるさいです、うん、じゃあちょっと飲んでいってみましょうか、早速、うん、いただきます。いただきます。あ、でもめっちゃ濃厚。あ、おいしい。甘、うん、うんうん、まあ、今までのファンタと違うね。確かに、なんか後味めっちゃスッキリしてる。うん、なんかこうちょっと濃いのかと思ったらあっさりくるね、喉に。すりつぶし、すりつぶしピューレっていう。ああ、味わいと。でもめっちゃ美味しいわ、好きかも私。ああ、ひっくり返して戻す、振らないでって書いてあるから逆に振ったら。いや、それタブーだよ。ね、ここで開けないでよ、それ。捕まるかな。いや、おめえすぐ捕まりたがるじゃん。まあ、初見と、初感と、初見初感、うん、としましては、思ったよりは濃厚ではない。うん、結構飲みやすいっていう意味で。めっちゃ飲みやすい。うん、なんていうのかな、なんかジャム、ジャム、ピーチのジャムって感じ。うん、なんかあっさりした感じのジャムって感じ。ジャムだよ、それ。まあ、そう、というわけで皆さん、よかったらぜひこのプレミアムピーチ飲んでみてください。うん、美味しかった、うん、というわけで今日のところはグッドバイ。グッドバイ。チャンネル